私ども前身座が武蔵野敷地祥寺に本拠地を定めましたのが今から83年前目と鼻の先にございます井の頭公園の井の頭池これは江戸の市民を支えました神田上水の水源地でございますここから 25km にわたって流れます神田川には140の橋がかかっておりますけれども前回お話しいたしました新宿の淀橋 これは82番目の橋になります。淀橋には菅民の橋、面影橋といった別名がございますけれども、この同じ名前で呼ばれているのが早稲田の面影橋、少し下流の108番目の橋ということになりますけれども、えー、都電荒川線面影橋停留所からのそばでございます。ここは 江戸城を作りました太田道館の山吹伝説の地でもございます。鷹狩りの庭カーメに雨具を借りようとして、娘に歌で返され、波道に目覚めたというのがここでございます。実は、東海道四谷階段に登場してまいります四谷というのは、前回の信濃町のそばの四谷ではございません。このあたり、 です。田江寺においたしましたお岩様の死体これは小仏小平という男の死体と戸板の裏表に打ちつけられてうちのそばの面影橋から神田川へ放り込まれますこの戸板が後半の舞台深川へとお客様を導くわけでございますけれどもこの戸板の裏表に打ちつけられた男女 というのはのはそ頃にに実際にありましたニュース、まあ、これはシーズン2の「たがのお話で出てまいりました「不義3つ不倫の結果の事件」ということになっておりますけれども、まあ、そういう事件があったこの時事ネタをお岩様の話に結びつけた作者の南北さんなんですけれどもこれを信濃町のそばの四ツ谷から神田川に放り込もうと思ったら前回見ましたように。 4キロぐららいい走ってかなななきゃならない同じ地名の雑司ヶ谷四谷ならば神田川はすぐそばでございます神田川108番目の橋面影橋から東へ東へと流れた神田川はやがて隅田川に注ぎますその河口にありますのが柳橋の物語の「柳橋」隅田川を渡れば向こうは深川でございます 隅田川大川の向こうの深川これは同じ江戸といってもちょっと価値観の違う世界上井新座も大きな川一つこしゃ誰が何と思うものけという、まあ、鶴屋南北さんもこの辺りに晩年住んでおりました勝手知ったる世界でございますさて柳橋をくぐって隅田川へ出た戸板は 対岸の小名川に入り横実験川に入り御坊堀に到着いたします。この間、二月ほど長い長い神田川の旅。四谷階段の150年後、三条一間の小さな下宿、若かったあの頃何も怖くなかったと歌われた神田川は面影橋のほど近く。狭い長屋で イエモンさんを待つお岩様も、同じような思いだったのかもしれません。お岩様の豊田の旅、この続きはまた次回。